して気づいた時に考えてるのは君のことで、それがすごく恥ずかしかったりすごく嫌だったり思えて、それは僕が気持ちを伝えることが怖いからで、頭で押さえつけても心はどうすることもできなくて、会うたびに君に悟られないように、いつもと変わりないように話してるつもりで、余裕もなくて苦しくなった僕は君に嘘ついてしまう。だけどもう少し、もう少し先へ進まない。わかる。